動。その安定した操縦性とレースにおける絶対的な強さは、数々のレースによってすでに実証されています。これね、俺も1セットあるから。でもそれはアンプでニュートラルブレーキとかもあるから。コマ君はチェーンと四駆選んでるって何だ。これね、やる前に、まあその前の、屋上コースでやってた時は初めて AYK だったの。 EXL の配置まで、まあ、それも雑誌で、その前の年からもう上位ずっと独占してて、それが、まあ、早いっていうのがその頃、モンクになるのか、作成評価になるのが家族だったんですけど、もちろんその作成評価っていうのを買ったんですけど、まあ、今後自分のスタイルが合わなくて、ちょっと雨が降ってきたので、みんな走れなかったんですよ。スイスイ走れるのあれしかない。本当でも子供ですよね、考えが。隣のが美味しそうだからそれみたいな。本当そんな感じです。千葉の方に北バース冒険をそこのレースですね。あと川崎の方に千葉松永さんと、それと小松の方だいたいその3つのサーキットが当時の関東地区で、6台これね、バンドの違う、そう、バンドの実験昔は何予選ビリ8番手ビリ残ったんですけど、その時競争の子が確か3台残ったと思うんですよね。あとはもう今ではおなじみのね、まさみくんなんかもいて、誰がいたんですか、なんていう人たちの中で全日本走るんだって、そうですね、まあ、感じでしたね。 AB で合計8ですがマックス、確か石原さんが予選 TK で2番が確かね、競争ハチロさん、ハチロさん決勝のその8分はどんな展開だったんですか。展開はスタートして、まあ一番ビリじゃなかったんですけど、一番後ろからのスタートだったんですけど、石原さんと前何台かは抜けたと思うんですよ。で中段が、1コーナーでも絡んじゃったんですよ。1コーナー高速コーナーだったんですよ。で絡んで外行ってくれたんで、そのまま内側をすり抜けて入れて、でそれがもう多分3番手とか4番手とか、まあ結構上位の方に中西さんから、このモーター積んでよ、積んでくださいなって言われたんですよ。このモーターをとにかく決勝の時もうね、ぶつけ本番でお借りしたんですよ、うん、ただもう早いのなんだ。またこれは問題で、まあ早いモーターとかつけるとみんなそうだと思うんですけど、気持ちいいんですよ。気持ちよくて結構外周が長いストレートがつながってるような感じで走ってたらいつの間にか1位だったみたいな。あんまりだからこう前の車抜くぞとかそういう意識もあんまりなかったですね。あ、じゃあ気がついたらって感じ。なんかそういう子供心にそういうのがなかったです。はい、はい、みたいな。そんな感じでした、ね。まあ、ラジコンが楽しかった。でも久々にやってみて、面白いですよね。ファントムというのはどんな感じの車でしょう。とても素直です。